お疲れ様です。クレイジーすぎる夫人、昭恵夫人について思ったことです。出ましたね、このコロナ自粛ムードの中で、みんながこう、今年は桜のね、花見を控えましょうとか、我慢しましょう、来年も咲きますよっていう流れの中で、まあ週末東京とかね、大規模な外出自粛とかして、新宿渋谷も今日土曜日全然人がいないとかいう状況の中で、まあやっぱりお花見に行ってる安倍昭恵さんの写真がですね、写っちゃうとやっぱり、うんと。で、手越くんなんかも一緒に写ってたりして、まあどう考えても、ああと週刊誌にすっぱ抜かれたことでまた騒ぐだろうなって、騒がれるだろうなって思いました。当然僕もマジでこのタイミングでお花見行っちゃうマジかよっていうのを思いました。ただまあ実際はレストランで行ってたり、クローズのところで撮った写真だったりということみたいで、まあ真相はよくわかりませんけれども、安倍首相のこう気持ちになるとですね、いろいろとこう矢面に立つことがあったり、大変な職務の中で奥さんが天然でニコニコしながらこう一つまた波風を起こしてしまうっていうのは、ちょっとこう男の目線からしてもちょっとドキッとすると言いますか、まあもともと本当クレイジーと言いますか、安倍昭恵さんのですね行動っていうのは今に始まったことではないわけで、いろんな謎の人との交流があったりですね、それこそ反社なのかどうかわからない人たちとの付き合いがあったり、宗教っぽい人とね知り合いだったり、いろんなところで名前を利用されてしまったりと、そしてどうやらこう来るもの拒まずみたいなスタンスなので、まるでガンジーのようにですね武器を持たないとそのまま突っ込んでいくスタンスみたいなのでね、安倍を許さないっていうプラカードを持ってる人と一緒に記念撮影してましたからね、安倍昭恵さん、びっくりしましたね。やっぱクレイジーです。まあ他の与野党問わずですね、政治家からは安倍さんのことその点に関しては同情すると、また一つね叩かれる波風が立つ場所が生まれてしまったと。ただまあどうなんでしょうね、表向きにはわからないですけど、それでじゃあ離婚だとか喧嘩だっていうこともあまりなくですね、安倍さんはまあまあちょっと昭恵さん頼むよと、今はおとなしくしておいてくれよと、ごめんね心臓ちゃんみたいな、そんなようなやり取り夫婦間でされてるのかなとか勝手に妄想するわけですけれども、まあ安倍昭恵さんで今ふと思い出しましたけど、まあ盛りかけ問題ですよね。この間文集がすっぱ抜いていて、僕は生まれて初めて Kindle 版ですけど、文集を自分で買ってしまいましたよ。立ち読みとか、その医者、病院で読むとかじゃなくて。あれはね、再調査した方がいいんじゃないですかね、やっぱり。ただ、今ね、バタバタしなくてもいいと思いますけど、いろんなことが落ち着いてた時に最後もう一回再調査をすると。遺族の方の手記が全文載ってるっていうことで、まああんまりね、偏見報道じゃなくて自分でその週刊誌ソースとはいえ読んでみようかなと思って買ったわけですけれども、ちょっとね、こう、調査が終わったで押し切るには疑惑が残りますね。どうしても何があったのかっていうのはしっかり出した方がいいのかなとか思います。あの件に関しても結局ことの発端の発端の発端はですね、やっぱり安倍昭恵さんがこう名前を貸していたのか、まあね、どういうことがあったのかわかりませんが、その辺も出てくるわけですから、まあどうでしょうね。ただ一旦はこのコロナだったり目先の脅威とかね、オリンピック延期したこともありますし、国難というか、まあかなり日本全体もどうなるどうなるということになってますので、まあ、いろんなことを思う週末だなと。そして外出自粛ですか。なので、新宿とか渋谷とかもほんとちょっとさっきウェブカメラかなんかチラッと見ましたけど、人がやっぱ少なかったですね。で、これから春が来て夏が来てっていうことになりますけど、長期戦だっていうことも先ほど安倍さんが首相会見で言ってましたので、まあもうちょっとね、気を引き締めてというか、油断しないように、感染しない、うつさないっていうことをやっていきたいなということを思うわけでございます。ということで、今回の動画は以上です。またよかったらよろしくお願いします。